れ様です。プチたちです。プチです。たちです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は土曜日なんですよね。土曜日の昼間、まあ3時3時11分。11分。はい、ということで今日は土曜日ということでですね、明日は日曜日、うん、ってことはどういうことですか。今日の夜ご飯飲みましょう。プチもプチ飲むのめっちゃ久々やん。久々。楽しみですね。ちょっと久々にあったかくなってくるとちょっと飲みたくなるのかな。いや、その原理どういうことなの。今日プチ飲むかい。わーい。わーいだとわーいだとん選べるとん選べるとん言わすなし。まあ今日、明日はね、仕事じゃないってことで今日は飲んでいきたいと思います。ってことで、買い物に行こっか。行こう。まずね、うん、携帯携帯ここだやばい、今のはガチであー楽しみ。やばいね。何買おうね、お酒。レッツゴー。レッツゴー。さようなら。さようなら。行きまーす。はーい。帰った帰った。ね。これから作っていく。じゃあこれから晩ご飯を作っていこうと思います。たちは編集中。そうなんです。基本的にプチがご飯を作ってくれてる時はこんな風に編集の方をしております。これはヨーグルトのやつです。そう。じゃあ頑張っていくよ。お願いします。はい。あ、こういうやつ。こういうやつ。あ、よし、じゃあまず唐揚げ。唐揚げ、鶏のもも肉を使った唐揚げらしいです。お願いします。もも肉以外の唐揚げってあるん。もも肉もやるで。じゃあまず唐揚げのあれだ、漬け込みから。漬け込んでいく。漬け込んでいく。髪の毛ちゃんと結べてる。いかん、髪の毛いかんか。前髪が薄いけど大丈夫。頭の中コースひろみになってるけさ。コースひろみ、キロセコンビだ。引っ越したい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 か。しまった。とりあえずマリネはこれどう、彩り良くない。うん。味噌汁何入れよう。味噌汁の具ってさ、わかめ。わかめ入れるんだけど、具噌汁、具噌汁。具噌汁ってもううんこや。え、広瀬康生。あし、広瀬康生。正解。じゃあこれからプチたち飲み会を始めていきたいと思います。今週お疲れ様。お疲れ様です。
だろう。私は唐揚げをいただく。ちょっともうやばいって、本当にもうやばい。これ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 。うまい。食べてないかい？いや、うまい。あー、やばい、本当に。うまい。半年ぶりぶりぐらいの。うわー。お酒買い忘れたんですよね、本当は。今日の夜ご飯。飲みましょう、ましょう。今日の夜ご飯。飲みましょう、ましょう。何かわでお酒。何かわでお酒。うまっ。優しい味。あ、いや。優しい。ね、ブチのこと好き。好き。ここが好き。この辺が好き。あ、待っていたい。かわいい。本当に聞いてるの。あんな確かめたいよ。今私のどこが好きなのかなっていう。変わらない。変わらんの？オンリーワンナンバーワン。オンリーワンナンバーワン。もうそんなうまいこと言って自信ないです。うまいこと言ってる？うん。オンリーワンナンバーワン。オンリーワンでナンバーワンとかな、めっちゃあるで、そう。もう一回真似して。ウニウニビバ。あったかくなるしさ、これから、うん、バーベキューしよう。しよう。バーベキュー。じゃあ次回の動画ね。長かったね、今。はい。ということで、プチたち居酒屋はこれ持って終了したいと思います。楽しかったです。楽しかったね。またね、ベベベベ。もう眠そう。動画止めてきて動画止めてきてって言って、その格好動けんじゃん、もう。